こんにちは。忙しい時ほどしたいことが増えちゃうコージです。今動画撮影しようとしたら急に受注生産品の注文が入って慌てて作っています。このデザインなかなかいいでしょう。僕のデザインじゃないんですが、 SNS にデザイン上げてる方のこのデザインが気に入って、デザイナーさんにお願いして鳥ザバってブランドで発売させてもらったライギョマンって T シャツです。注文をちゃちゃっと作って動画撮影に入ります。今回使うのはスポーツ用のドライインナーシャツです。伸縮性があって肌にフィットするスポーツインナーですね。この製品はスポーツプリントウェア運動さんのハイネックインナーシャツという商品です。春先にテスト用で購入していたのですが、すごく涼しい春だったので寒いくらいでした。通気性が非常に高く、地肌に直接風を受けている、そんな感じです。この製品の袖部分にメーカーロゴプリントを入れたいと思います。カッティング用のロゴデータを持っているんですが、今回はこのデータをそのまま使わず、素材に合わせて加工したいと思います。伸縮性と通気性を備えた機能性インナーですので、そのままのロゴをペタッと貼るとその部分の伸縮性と通気性が損なわれるんですよね。なのでロゴデータの面部分を極力減らし、細い線で表現する方法を取りたいと思います。そうすることで通気性や伸縮性を阻害する部分を減らすことができ、自然な着心地にできると思います。とはいえある程度の太さがないと貼り付け強度が出ないため、少し線を太くしてみました。また文字の間が潰れないように線を内側に向かって太くしています。簡単にこれでいいかと思いきや、なんかロゴの雰囲気が変わってしまって違和感があります。この縁取り形式のロゴ用に元のデザインから少し変えてみることにしました。まず線を太くしたことでくっついてしまった部分をパーツの大きさを変えて離してみます。その際、A の中の三角が上に寄ったような雰囲気になっているため、下げたりもしてます。元のデザインから結構部品を動かしてるんですが、ロゴのイメージを損なわずにいい感じになってきました。この方針で他の部分も調整していこうと思います。隙間が潰れて違和感あった部分を修正したら、続いて線を太くしたことでいびつになった部分を修正したり、鋭角に尖った部分を丸めたりしていきます。結構地道な作業です。イラストレーターで線の太さを変えたら、アンカーの特性によって画像のようにカクカクになったり、やけに尖った部分ができたりするんですよね。元の線から均等な距離に外周ができる方法があればいいのですが、この作業だけで20分くらいの動画1本できちゃいそうなので、飛ばし飛ばし行ってます。で、一気に完成形。このデザインで行くことにしました。実際には黒い袖に黄色いプリントにしようと思っているので、色を変えてイメージを確認してみます。なかなかいい感じ。少し R の文字がゴミゴミしてるので、少し修正してこれでいこうと思います。完成したデータをシルエットスタジオへ。横幅20センチ以内にしたら、縦は4センチくらいでした。ちょうど45ミリ幅の歯切れシートがあったので、それを使います。色はネオンイエロー。シルエットカメオがステカに比べて圧倒的に優位な特徴として、粘着台紙があれば今回のように歯切れを有効活用できることですね。カットが終わりました。不要部分の剥離を高速で行います。いや、5倍速の早回しです。
いい感じです。黄色は黒に映えますね。今回のインナーは袖が細いので袖の太さに合わせたシリコンマットを作りました。袖の中にシリコンマットを入れてシワを伸ばします。シリコンマットを入れることで袖の反対側にある縫い目の跡がプレス時に表面へ浮き出るのを防ぐと同時にプレス面の両サイドに折り目がつくのを防ぎます。プレス機で折り目がついちゃうと取れないんですよね。プリントの向きは腕を組んだ時に逆さまにならない向きにします。位置が決まったのでプレスします。プレス圧が均等になるようにプレス対象の周辺に袖に入れたのと同じ厚さのシリコンマットを置きます。カラプレスで折りたたみ癖を取って本プレス。折りたたみ癖の部分はちょうど袖の側面になるのでプレス範囲以外の折り目を目安にシートをセットします。また非常に伸縮性の高い生地ですのでシートをセットする際に生地を引っ張って歪めてしまわないよう注意です。生地が歪んだ状態で貼り付けてしまうと仕上がりが歪んだりシワクチャになったりするので注意が必要です。少し冷まして剥離フィルムを取ります。ポリエステル生地ですので問題ないことは分かってますが接着不良がないか確認しながらの緊張の一瞬です。特に問題なく接着できました。仕上げプレスでシートを生地になじませます。シリコンマットを抜いて完成。どうです、スポーツメーカーのロゴみたいに仕上がったんじゃないかと思います。ロゴデータを面の少ない線で表現するデザインに変えたことでウェアの伸縮性が保たれているのがわかるかと思います。生地を塞ぐ面積も少ないので通気性も問題なさそうです。ただしシートの伸縮可能な範囲以上に引っ張るとプリント部分が伸びてシワになったり最悪プリントが切れることがあるので注意が必要です。普通にしてたら問題なさそうなんですがこのウェア軽くシートの伸縮範囲以上に伸びるんですよね。実際に着てみました。貧弱な僕が着るのとガチムチなマッチョマンが着るのとじゃ全くイメージが変わってくるかと思いますが問題なさそうです。ただ着たり脱いだりするときにプリント部分を必要以上に引っ張ってしまう可能性はありますね。何度か着用して耐久性の検証もしたいと思います。おしまい。